カートゥーンキャット。いや曲いいね。はい、ということで、あ、カートゥーンドッグもいいんじゃん。はい、ということで今回こちら海外のホラーゲームカートゥーンキャット実況していこうかなと思います。はい、前にねカートゥーンドッグの方に怖っ俺が知ってるカートゥーンキャットと全然違う表情してる、怖っ何これ待って、今回さカートゥーンキャットこういうの追いかけてくるのかな。はい、どうなんでしょうか。やっていきましょう。音量マックス。それでいきましょうか、スタートゲーム。はい、操作法は WASD、 はい、普通ですね、普通の通常の操作になります。はい、でこちらねダウンロードページに説明があって、なんかね主人公がどこにいても無限に襲ってくるっていう AI 機能が搭載されてるっていうカートゥーンキャットらしいですね。はい、どこにいてもか、なかなか執念深く襲ってくるんですかね。はい、で主人公は用務員らしくて、そう、深夜のシフトに入っていて、用務員のお仕事をこなしていく最中に、起きた恐怖体験みたいな感じらしいですね。はい、で行きましょう。チーンって何、ああ、そういうことね。エレベーターで、その仕事場に着いたと。やっていきましょう。さあ、いいね、ライト結構遠くまでこれ届くね。うん、照らす位置が遠い。さて行きましょうか。電気がチカチカなってますよ。うん、うん、休憩室に行けみたいな感じかな。はい、私英文全く読む気ないんで、読む気ないというなら読めないんで、そこんとこよろしくお願いします。なんでチカチカしてんの。はい、これ何、倉庫。はい、うわ、なんか暗くないこれ、目の前急になんか松崎しげるさんの残像が現れましたね。はい、彼あの闇みたいなもんなんで、やっていきましょう。どっち側だ、休憩室。うん、閉まってるわ。こっちか、閉まっちゃってるんで、他に行ける場所あんのかな。うん、ないと詰むよね、ゲームじゃないし。さあ、ここっぽい。これは違うか。うん、通路こっちっぽいな。うん、最初右向けばよかったね。全然違う、あれ違くない、合ってるわ。え、なんでここに行けみたいな感じで指示ありましたよね。どこかで鍵を手に入れてから行くみたいな感じかな。どっかに落ちてた、見逃してますかね。ちょっと見ていきましょう。さあ、こっちかない、一応これも確認して。うん、開かないからね。あ、そういうことか。はいはい、 E ボタンでさ入れるかなと思ったんですが、これ結構ちょっとつ盲信で入りましたねバーンつって突っ込んだら入れました。はい。これは何？ゴミかな？うん。ゴミを棚に置かないか棚にあるものをゴミオーバーリしてしまったね。はい。これパソコン？古いタイプだね。はい。あ、これ読むのか。うん。読むというか作業するのね。事務作業してんのか。でも、用務員だよね。お掃除とかじゃないの？あ、これで、多分今日のやる仕事を見るんじゃないかな。指示とか。はい。やっていきましょう。なんか物を片付けろみたいな感じで指示が出ましたね、今。他になんかあるかな？武器とかない？ね。日本刀とかね、手にしてこう。カートゥーンキャットを一刀両断したいところですが。ないね、何も。はい？なんか取ったぞ、今。何があったの？わかんねえ。はい。多分他の部屋、こんなのなかったよ。多分他の、お部屋の鍵かなんかを取ったんじゃないかな。はい。ピックアップ。これ、どうすんの箱手にしちゃったけど、どうすんのこれ。はい。そこにもありますね。何？え？全部持っていくのか。はいはい。すべて回収して。なんか変わりある？めっちゃ持ってんじゃん、主人公。ありがたいね。結構ホラーゲームってね、なんでそんなちっちゃいものを持てないのみたいな感じで容量制限があるんで、この主人公は無敵ですね。はい。どっから来たの？あ、てかエレベーターの方暗くなっちゃってるわ。あ、明るくなった、問題ないわ。あ、向こうからのが崩れたんだ。あー、音結構でかいねこれ。はい、ちょっと音量下げないと死んじゃうかもしれない俺鼓膜ぶち壊れる。はい、皆さん、私が鼓膜崩壊するのはあれですが、皆さんは鼓膜崩壊しないようにお気をつけください。音量には十分お気をつけて。小田健です。小田健です。こっちかな。あ、違う違う違う。ちょっとつ盲信できなかったわ。あっちじゃない。じゃあこの突き当たり右の部屋でしょうね。はい。なんかそこのさ壁の黒いシミが若干これ
行きましょう。そう、これ若干遠くから見るとさ、顔がこっち側覗いてるように見えたんですよね。はい、気のせいでした。行きましょう。ここかな。あ、これっぽい。あしゃっしゃー。はい、女性のお手洗い場に平然と入るこの主人公。うん、まあ多分あのあれでしょうね、今はここの会社のスタッフさんとかいないから、はい、こう見回りみたいな感じでやってんじゃないかな。ないんだ、ここ。最後の一個ないんだ。うん、ここは洗面器か。このなんか左側のワイパーみたいな、何白いやつ。はい、何もありませんね。そろそろこれカートゥーンキャット来るんじゃないの。うん、単焦ペンチョ。はい、何もないですね。なんかわけわかんないところにアイテムがあるっていうゲームなんで、これは。さっきね、全くあの棚の上のさ、ゴミとかにさ、あの、はい、あ、これか。はいはい、スクリュードライバー、それが必要と。どっかでドライバー見つけてこい、タコって言われましたね、今。そう、何もない棚でさっき何かを取りましたからね。さあ、行きますよ。どっかの鍵なんだろうな。これは？ここ行けないんだ。はいはい。広いね。お、突き当たり。あれ、これ行けない。え、さっき何手に入れたの俺。あ、あれか。今来た、ここのホールの鍵か。おそらくそうでしょうね。ドライバーどこにあるんだ？ないよね。戻るのかな、一回。これでフラグ立ったから回収、なんかアイテムが増えるとかないかな。どうなんでしょう。まあ、一旦戻っていきましょうか。はい。OK。これでお次は。こっち側ないよね。はい。ブレイクルームなんで。ここでさっきホールの鍵を取ったと思うんで、一応この辺も確認してみます。うん。すごい。ガッタガタじゃん。何してんの、主人公。この辺で検索もできない。はい。このもねえもんな。あ、これなかったよね。え、あった？さっき。見逃してたらすみません。うん。なんだお前。カートゥーンドッグ出ましたね。覗いてきたぞ。これ大丈夫言って。オッケー。平気でしたね。フラグが立ちましたよ。一応鍵手にしたんで、先ほどのホールに戻りましょうか。いやー、いいね、この雰囲気。このレトロな感じもめちゃくちゃ好きですよ。Hallway inside. さてさて、どちらさんのおかげ？奥の2部屋のどっちかだよね、多分。ここじゃない。突き当たりね。わかりました。はい、誰です。うん。謎な母国語が出てしまいましたね。さあ、あったあった。これや。来るんじゃねえか、そろそろ。来るよね。わかるよ、僕。うん、これで、あの、男子トイレに行くんじゃない？で、男子トイレに行く前に絶対来る！来るぞ。ここじゃないね。いや、これ大丈夫かな？怖え！あれ？平気や。で、どうやったの？ダクトのこの入り口の、どうやったの？うん、大丈夫。はい、行きましょう。さて、なんかショットしなかった今。気のせいか。鍵。あ、モップか。どういうバイトしてんの、主人公。そういえば鍵とかなんで託されてないの、この主人公。全然信じられてないじゃん、ここの管理人さんに。モップ取りに来るだけで相当大変じゃん。はい、出ましたね。あ、ここに繋がるんだ。なるほどね。OK。他になんかあるかな？一応確認しましょう。モップ手にしたけども。はい。これで多分お掃除していくんでしょうね。来ねえもんな。ない。さっきなんで手に入ったの？ホールの鍵。よし。じゃあちょっと戻ってきましょう。またなんかフラグが立つかもしれませんからね。これでなんか、そろそろ曲がり角ってことで来そうな気がするんで来ないわ。これまっすぐ行って。なんか、わあ！ここでいいのかな？うん、絶対違う！もう帰れよ！何してんの、そこで。
こっちとらお手洗い中だぞ。なんでずっと映画でこっち見てんの、変態かお前は。はい、これ、あ、はぁ左側なかったし食われたわ。男子お便所に行くはずだったよ。これ女子トイレ来ちゃったよ。はい。もう一回やっていきましょう。これどっからセーブされてる？そう！一番最初からや！ドゥーンじゃないよ。何これ、最初からになっちゃってんじゃん。マジっすか。はい。ブレイクローム。ここの、こっち側に鍵あったよね。なんでやねん。はい。じゃあちょっと、こっち側のホールに向かいましょうか。あれ？こっち行けないんだ。ホールの鍵ちゃうの？一応この辺を確かめてからじゃないとダメなのかな？マジか。セーブ機能なし、これ。なかなか過酷だね。ダマッス！ようやくここまで来たぞ。なんだあの犬は。この前はすげえ楽しませてくれたじゃねえか。そう、信じられないぐらいね、カートゥンドッグに苦しめられたんですよ。見てない方はチェックしてみてください。さあ、ドライバーを手に入れました。行きますよ。これで出てくるんでな、奴ら。すぐ逃げる。メンズのお手洗い場へ。Go しますよ。OK。モップを取り、つなぎます。来るぞ、みんな。どう行くの？ここで巻くのかな？今の下に入るとか？いや、セーブしてくれ、頼むから。頼って。待って、確認。一応ね。ここね。OK。ダクトに入りましょう。開くよね。せーの。ほら、こいつ、OK！ 逃げるぜー！たた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 い！早そう！何それ？これしゃがんで、はい、OK！ どう？はぁ！笑顔でこっち見んなよ。怖いな。なんだよ、その恐ろしい AI 機能。やめろ。これこっち行って大丈夫？来ない？え、なんか懐中電灯つかないんだけど。え？来るよね、これ。多分。ガチャ来ない？大丈夫？え、これどうすんだ？待って、全然わからん。出ますよ。来るよね、絶対、こっちから。あ、ガチャって聞こえた。大丈夫？うわぁ！無理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 エスケープボタンで、消してしまったんですよ。だから、僕の行いによって、また最初からになってたんだけど、これね、指示がなんか違うよ。あ、いけるもん。なんか違うんじゃない？こんな明るかったっけ？ちょ、いろいろ。え？なになに？また来た。はい。あ、よいしょ、松崎しげる。彼、影みたいなもんなんで。あ！なんだよ、しつけえぞ。え、これやっぱ途中からできてるわ。やっふい、来たぜ。あ、死んじまったよ俺。なんで今一瞬出たんだろう。はい。若干サムネ撮りたい気持ちがあったんだよね。さあ、追いかけていきますよ。これでこっち側行き、くぐりますよ。せーの、ポポン。 OK。 で、ここの部屋にいるときは入ってこないと思うんで、なんかワイヤーを見つけろみたいな感じでありましたね。3本のワイヤーを見つけろみたいな。さっき多分確実に強制的にやられるイベントだったと思うんで、そう、その後に3本ワイヤーを見つけろボケみたいな感じであったんで、ちょっと探しに行きましょうか。さあ、クッカーはあるかな。あった、これか。 OK。 無理だよ、早いもん。すごかったな今の。ゾワゾワ感尋常じゃなかった。はい。背筋、ズーンってなってます、今、僕。はい。いっちゃっせー。ワイヤー3本。次、どこにあるのかしら。さあ、このまま真っ直ぐ行っちゃおう。はい。オッケー。あれ？ない！待って。これ、ひょっとしたら手に入れてる。なんで？これ、ひょっとしたらもう手に入れてんのか？それとも、アイテム位置が変わるとか。いや、でも、今まで違かった。普通に固定でしたよね。鍵とか。
やり直した感じ違うと思う。はい、どっかに見落としてるのはないか。こっちの奥は再び出現するとかある？ないっすね。どうだろう。さっきの倉庫のどこかにあるかもしんないよね。それか、やつを一回出現させてから走り回らないとロープは現れないとか、そういう可能性もありますよ。ねえな、こっちはこういけねえもんな。どっち側にあるのかしら。まあでもひょっとしたら女子トイレにあるっていう可能性もありますからね。こっちとか確かめます。はい、あったわ。マジか。こんな感じで、お前そこいたら出れないよこんな感じでおそらく、怖っ。消したら怖っ。1個集めてやられて、1個集めてやられてみたいな、それを繰り返すんじゃない ?3 回。じゃあちょっとやられましょうか。ほいね。あー、近い。何これそのスタンバリ方ずるすぎだろ、お前。うるさいよ。なるほどね。いわばこれは死に戻りゲーですね。はい。スバルだわ、主人公。ってことはさっきのカートゥーンキャット立ち位置はレム。考察が進む。はい。すみません。さあ、ここは、こっちかねえんだ。手前か見ればよかったな。この部屋ないもんね。もう手に入れてるから。どうしよう。お次は、こっち行くか、どこに行ったんだよ。俺、どうでやられたの、今。失礼いたしました。わーわー言っておりますが、進んでいきましょう。危な！ギリギリだったね、今。これでちょっと戻ってみます。こっち側行ってもいいし、これでこうやってすぐ戻る。なんかさ、追われながら逃げ回っても、他のロープねえなと思ったらなんか行けるんですけど。オープンエレベーター、いいのこれ。え？あ、大丈夫っぽい。これなんか来るよね、でも。白芸の声がする。なんだ今の。クジラっぽかったですよね、声が。終わったわ。なんだそれ。いいの？ワイヤーもう一本見つけなくて何色のワイヤーだったんだろう。サンキューフォープレイング。こちらこそありがとうございました。とても楽しかったですね。はい、もう一つね、タイトル画面気になるものがあったんで、これちょっとお試しにやっていきましょうか。はい、曲いいよね、やっぱ。ナイトメアモードだっけ。全然違くなったじゃん、ゲームの感じ。これ何、ワイヤー、あ、7分の0来ましたね。ワイヤーさっきの倍以上見つけるっていう感じで。はい、これ何なんでしょうか。まあ、ちょっとこれはクリア目指さないで軽くやっていきましょうか。ここではカートゥーンキャットとかカートゥーンドッグも来そうな雰囲気ありますね。あれ、曲が聞こえるぞ。どっから来るんだ。ワイヤーなかなかないよ、これ。どこにあるんだろう。あ、待って、これスタミナがあんのかな、主人公。ちょっとあれ、今回遅いぞ。そんな早くね。こっち寄って、あ、ダメだ、これはさすがに無理だね。迂回しないと。なるほど、ここで出現してワイヤーをどうにかこう探しに行くみたいな。急に加速とかしないかな。あ、多分これワイヤーの本数を取っていくと、バルディ先生みたいな感じで、そのノート取っていくたびに、めちゃくちゃ速くなるじゃん。そんな感じでワイヤー取るたびに速くなるんじゃないかな、このカートゥーンキャットも。ねえ、そりゃナイトメアだわ。一瞬ね、遅さ見たらヌルゲーかなと思ったんですが、そんなことなかったですね。はい。さあ、ワイヤーが一本も見つかりませんが、果たしてこれはゲームなんでしょうか。あったあったあった。はい、1個ありましたね。さて、他の色も、てか青色だね、初めてじゃない。他何色あるんだろう。あ、全部青か。3本目。あった。あれ、でも近いの。なんかこっち光ってる。結構これ迷宮だね。なかなか広いよ。あるかしら。しかも暗いしね。ライトを持ってないんですよ、今回。まあ、初見で3個手に入れたんで上等でしょう。はい、とりあえずやられるまで行きましょうか。何本まで行けるかチャレンジやっていきましょう。あったわ、4本目。やったもだ。はい、これワイヤー取った時の音いいよね。パーンっていう、あの効果音好きなんだよね、俺。海外の YouTuber さんがね、時々使ってるんですよ。あっ、怖いよ。やっぱ速くなってんな。あー、5本目来てる。何これ、初見でこんな手に入れられんの、なかなかじゃない。
いいね。さあこの勢いであるんじゃねえの。ありそうだな。これ絶対あるでしょ、最後の場所に。ん、どこに行ったんだよお前。何回はすんのこれ。はい、ということで今回カートゥーンキャット実況プレイしました。この曲なんかワクワクするよね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。この動画、このゲームがちょっとでも面白いと思ったらグッドボタン、チャンネル登録お願いします。怖えよこれこのカートゥーンキャット、カートゥーンキャットじゃない、はい、最後襲われた時こういう表情してましたよね。はい、またねカートゥーンキャットのホラーゲームとか多分出ると思うんで、うん、トレバー・ヘンダーソンだっけ、あのサイレンヘッドとかこのカートゥーンキャットとかカートゥーンドッグとかを生み出した作者さんのデザインされたキャラクターですよね。はい、またこういうシリーズやってもいいかもしれないですね。はい、ということでここまでご視聴ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。